阪神競馬場、はい、芝 1200m がのコース紹介です。スタートがここですね。内回りです。ここを通って、はいはいはい、3コーナーまでが非常に短いため、内側が有利だけどもカーブがきついから内枠が揉まれやすいため若干マイナス。おだ最内で逃げたりとかだったら割とスムーズにいけるけど、こう控えたりするやつは外からこう前へ包まれちゃう感じなんですね。なんでちょっとマイナスと。スタート直後緩やかに下り、ここが下りになってる。下ってるんです。下ってるんですね。で下って残り 200m からまあ下って、ここまで下って、おで下りで、で最後ここ残り 200m からが急坂ですね。結構急坂登ってでゴーと。勢いのついた逃げ馬が、まあ、この下りを使って勢いをつけた逃げ馬が、はいはい、セーフティーリードを ね、そのまま押し切るパターンが多いと。千二ですしね、まあ、千二はねどうしてもねありそうですね。内先行有利と思いきや、まあその内は内でごちゃつく可能性もあると、はいはい、紛れも若干、まあ、1取りたい感じっぽいですね。そうね、素敵に。どうしてもね、やっぱ千二で後ろからスパッと見えるっていうのはなかなかないんで、ね、いろんなパターンを考えつつ、うちの馬が客室がどんなもんかっていうのを見ていくとちょっとまあ予想もしやすいかなっていう、はいはい、まあ、それが、阪神芝1200m、ほう内回りですよっていう感じですね。まあ 1200m はまあそうですね、あんまり。セントバのステークス何月だっけ、8月か。まあ短距離のね重賞とかって、まあ、そもそも少ないですしね。